韓国軍の兵器などをボロクソに批判したり、めっちゃバカにしたり、すごい笑いものにしたりしない。解説、それがお笑いじゃない韓国軍。ちょっと何言ってるかわかんないです。今回は韓国軍のミサイル、天部を解説してみるよ。1974年、韓国のパク・チョンヒ大統領の指示により、国防科学研究所にミサイル開発班が設置され、韓国製の地対地ミサイルの研究が開始されたよ。時代背景なんだけど、いわゆる、ハンガンの奇跡が起きた頃だね。ハンガンの奇跡というのは、1960年代後半以降の韓国が急速に復興し、経済成長と民主化を達成した現象のことだよ。あと、解説している内容と関係ない動画が流れたりするけど、これは収益化対策のためでございます。なんか静止画が続いたりすると、YouTube 的に繰り返しの多いコンテンツはダメとかで収益化ができなくなるみたいなんだよね。まあ、でもなるべく解説と関係あるものを流すようにします。それじゃ話を戻すよ。かつて、韓国経済は、朝鮮戦争により壊滅的打撃を受けて、一人当たりの国民所得が、世界最貧国グループになっていたんだけど、1965年の日韓基本条約を契機とした日本からの資金援助を国内投資に回したことにより、半世紀で世界10位圏の経済大国に発展したそうだよ。発展の要因は他にもあるみたいで、ベトナム戦争参戦によって得られたドル資金、財閥をテコにした輸出志向型の工業化政策、独裁政権による労働組合の抑圧、冷戦下、西側諸国、特に日本とアメリカによる膨大な経済、技術援助、ヨーロッパと日本の市場へのアクセス、経済成長初期の韓国の出稼ぎ労働者の受け入れによる外貨獲得などだよ。あ、そうそう。私は経済音痴でうんちで、お金のことも詳しくないから。今言った解説も間違っている可能性があるから、その辺はご了承ください。いいから、早くミサイルの解説しろよ。あなたが撃ってよ。今テレビ見てんだ。霊夢さんがやる気をなくし、マリサさんもテレビを見ているので、ここからは私、社名丸彩が解説を務めます。そんなこんなで、韓国経済が発展し、ミサイル研究も進みます。1978年、アメリカのナイキ・ハーキュリーズミサイルを元にして作り上げた NHK-1 白熊が発射実験に成功。しかし、この、白熊、はアメリカの圧力により実戦配備されませんでした。当時のアメリカは、韓国の核武装を望んでいなかったらしいので、それが圧力をかけた原因のようです。大統領のパクチョンヒは、韓国の核武装を目指していたらしく、それがアメリカにとっては気に入らなかったようですね。韓国が核武装を目指した理由は、北朝鮮と軍事同盟を結んでいた中国の核兵器開発に対抗するため、だと言われています。また、1970年代に韓国人実業家のパク・ドンソンが、韓国中央情報部などと連携し、アメリカの下院議員への買収工作を行ったコリアゲート事件も発生していました。事件の動機は、ニクソン政権が示唆した、アメリカ軍の韓国撤退を阻止するため、だそうです。これによって、すでに悪化していた日韓関係のみならず、米韓関係をも悪化させました。白熊
が完成した翌年に、韓米ミサイル覚書が締結されます。韓国側は技術支援を受ける条件として、射程 180km 以上、弾頭重量 500kg 以上の弾道ミサイルの開発と配備をしない、という条件を受け入れることになりました。その後の1987年、白熊の4機あったブースターを一つにまとめる形で改良した、玄武湾の発射に成功しましたが、概念設計などの研究段階から、アメリカの監視の下で開発されていました。そんで、まあ、なんやかんやで、ついにあの国が動き出す。月の裏側で生き残っていた、ドイツ第三帝国。はい、すいません。嘘です。動いたのは北朝鮮です。1996年、北朝鮮がシリアから OTR-21、トーチカ、短距離弾道ミサイルのデータを入手し、改良型を保有するようになります。これを受けて韓国は、射程 500km までの弾道ミサイルを配備させてよ、とアメリカに何度も求めました。だが断る。こんな感じにアメリカとの交渉は進みませんでした。わけがわからない。しかし、1998年、北朝鮮がミサイルの発射実験を行いました。これを受け、キム・デジュン大統領、アメリカのクリントン大統領に対し、北朝鮮のミサイル威嚇に対処するためには、韓国も射程 500km のミサイル配備をすることが必要だ、と要求。その後の2001年、初めて、米韓ミサイル指針が改定され、韓国は、射程 300km、弾頭重量 500kg までの弾道ミサイルの開発と配備が可能になりました。この北朝鮮の実験が、韓国のミサイル射程延長を求めたアメリカとの交渉を後押しした、と言われています。そんなこんなで、2009年には、射程 300km の、玄武 2B が実戦配備されます。マリサさん、そろそろ解説を代わってください。今いいとこなんだよ。ほら、もう敵ってあげんな。黙れ、クソババ。うるさい、クソババ。2009年4月、北朝鮮が再びミサイルの発射実験をしたぜ。韓国は同年10月にアメリカに非公式にミサイル指針の再改定、もっと射程距離を長くさせてと求めたが、アメリカはこれを拒否。しかし北朝鮮との衝突事件がミサイル交渉を進めることになったぜ。2010年3月、韓国海軍のボタン級コルベットテナンが朝鮮人民軍に沈められた天安沈没事件が発生。11月、テヨンピョンド近海付近で起きた朝鮮人民軍と韓国軍による砲撃戦と、両国の緊張が高まったヨンピョン島砲撃事件が発生。この事件の直後から韓国はミサイルの射程制限に関してアメリカと本格的に交渉を開始。そして、2012年10月、2度目の米韓ミサイル指針の改定がなされ、韓国は射程 800km 弾頭重量 500kg までのミサイルの開発と配備が可能になった。射程 600km 以上の弾道ミサイルの開発が認められたことで、韓国は大気圏再突入の技術を獲得することもできるようになったらしいぜ。その後に開発された、玄武、3、巡航ミサイル、だぜ。巡航ミサイルにした理由は、米韓ミサイル指針にある射程制限が、巡航ミサイルには適用されていなかった、から、らしい。ただし、弾頭重量に関する制限は存在しているぜ。射程 300km 以下のミサイル、弾頭重量が無制限だが、
300km 以上の場合は 500kg までだそうだ。最近の報道によるとこの玄武ミサイルシリーズをもっと多く配備する予定らしいが、また昔みたいにアメリカのストップが出る可能性もあるのかもな。なんだ？映像に乱れが。よく聞け、アメリカよ。ペルシャ湾全域から全ての軍隊を撤退させろ。即刻、そして永遠にだ。要求が入れられないときは、我らは迷うことなく、アメリカの主要な都市への爆弾攻勢を開始するだろう。死ぬに一つ。